速稼税の久保でございます。まあなんでね、楽に稼ぎたいと思うのかどうかっていうと、まあ吉谷さんの答えと重なるところがありますけども、まあなんかね、多くの方が仕事によって、お金を得ていると思うんですけども、多分その仕事の選び方が悪いんでしょうね。あの、自分の選んだ仕事の中に満足感が自分で得られていない、いや満足感が得られるかどうかわからない仕事に行ってしまってる。で、仕事に就いたけども、その自分のやってることから満足感を得ることを自分でしていないと。要するに仕事を楽しもうとしていない。もしくは楽しめる仕事を選んでない。この2つのどっちかに尽きると思うんですよ。で、やってる仕事が楽しければね、他に楽して稼げる方法ないかなって探さないんですよね。で、今やってることに疑問があったり不満があったり、収入がちょっと少ないなとかね、時間があまりないなっていうふうに、とにかく不満ばっかり見つけるんで、それを解消してくれる方法を探してしまうんですよね。でもまあ今選んでる仕事の選び方のセンスが悪い、今やってる仕事に楽しさを見つけられない、そういうふうなね、あの、自分の力をつけてない段階で楽に稼げる仕事を探そうと思っても楽に稼げない仕事を見つけちゃいますよね。選択眼が悪いわけですから、で楽に稼げる仕事を見つけたと思ってもそちらの方をね、多分ね、少しでもエントリーしないんですよ。だから全然触らないと思います。ですオートベッドでなんか稼げる方法なんていうのをまずは見つけることができないですし、選択眼が悪いんで、見つけたとしてもそれをね、使いこなそうと思わないんで、結局楽して稼げる方法にたどり着かないんですよ。でもしっかりとね、何かを学んで全てのもの、取り組んだものになんか喜びとか楽しさを見つけれる人って結局ね、なんか楽して稼げる方法になんかたどり着くんですよね。意識しなくても、そういうことなんじゃないかなと思いますよね。とにかく私は自分の経験から申し上げるわけじゃないんですけども、私の見ている稼いでる人ってのはみんなね、自分のやってる行動を楽しんでますね。楽しくないこともどうやって楽しもうかなっていうふうに工夫してるんですよ。で、楽しいことってやめませんから、継続できると、継続できたら上達すると、上達したら楽しくなると、そのループに入るわけなんですよ。でも上達しない人とか、なんで上達しないのかっていうと、その仕事に喜びや楽しさを、まあ、見出してないんですよね。で、同じことを繰り返してるだけなんですよ。で、せっかくの貴重な仕事を単なる作業に格下げしてしまっているのがその実態ではないかなと思います。今日ね、お仕事に行かれる方もちょっとね、意識してみるといいと思います。その仕事で確かに助かっている人がいると、その仕事によってあなたの力でね、恩恵を受けている人がいるっていうところにちょっと目を向けてみると、ああ、自分も役に立ってるんだな、自分も喜ばれてるんだな、もうちょっと工夫してみようかなっていうふうになるんじゃないかなと思います。では本日は以上です。